今世界のトラックトラクターのエンジンの主流は直列6気筒になっているんですが、スカニアはですね4気筒と4気筒をこの V で合わせる V8 V8 を持っているのはスカニアだけ。全高4メートル近い大型トラック、さてどうやって乗り込むんでしょう。このように開けます。大きく開けまして、こちらのバーを握りまして、このように上がって乗ります。ちなみにこの乗り込む作業でスカニアさんならではの特徴ってどこにあるんですか。はい、このステップが真上から見ると階段状に外に広がってますので、足をこうかけた時に足が引っかかったりしなくて、ここのステップをスムーズに乗ることができるようにレイアウトされてます。通常は垂直のはしご状で乗りにくいのですが、スカニアのは階段状になっています。